両陛下はおとといから那須御用邸で静養されています。昨日は地元で酪農を営む農家を訪問されました。両陛下は白衣に着替え、牛舎やサイロなどをご覧になりました。牛舎の前では寄ってきた牛の方に陛下が手を伸ばされる場面もありました。陛下は生まれた和牛はどうするのですかなどと尋ねられたほか、堆肥の製造過程で出る悪臭の成分を回収する新しい処理システムの説明に熱心に耳を傾けられました。両陛下は明日まで那須で静養される予定です。